動きに支障が出ます。なので瞬間的に引き上げすぐに戻すという調節ができるよう練習しました。この方法を今の黒縁に転用できれば陸地上では実践に使えると思ってます。ただもともと力の調整をしながら動いているのでそこにもう一つ要素が増えるとどうにも今度は頭の許容量を超えてしまうんです。どうにかしてそれらを平行処理しながら動けるようにトレーニングはしているんですがなかなかうまくいかなくて。曲がってない。